教えてください。よからぬことをするのね。そうです。教えるけど万引きです。おっしゃー、あーレベル上がってっちゃー。はい、皆さんこんにちは、殺人カマキリです。スカイリムやっていくよね。え、殺人カマキリどういう種族だ、知らん。今こどこに来てんだ俺。まあ前回の続きなんだけど、ちょっと長かったからね、区切ったんだけど、マップ、じゃあマップ、フェルグロートリレ、まあここですね、ここですね。うん、まあホワイトランはどこかというと、ここですね。うん、いや結構不意つかないと、不意をついて先制攻撃していかないと敵が結構強いで、今現時点どこにいるかさっぱりわからん。まあとりあえず扉を次々開けていこう。まずここ寝ているから肛門に注射を一つ打った上で、敵が来ているにもかかわらず寝てるからね、こうケツに弓矢がね、あ、砦の鍵もらった。あらららら、すいません、すいませんでした。よし、これで次こっち、なんだ、どこだこれ、ダブルベッドだ。エリア内の耐性がないすべての対象は10秒間麻痺する。まあ、10秒間って言ったら結構なもんですよね。まあめった切りに近いような状態にできそうな感じじゃ。こっちはもう行き止まり、こっちだね。こっちとこっちか。何、木の扉せえ。こっちは開けれるならばこっちからじゃ。何これは、なんだ、塔の上行くっぽいぞ。まあそしたらこっちから開けよう。あれ、あ、なんだ、あれで開くのか、鍵で開くのか。あ、もう前回の続きだから。何これ、サド・ジュリアスの祠、すべての、え、何、ジュリアスの祝福が追加された。あれ、俺狼なれなくなった、もしかして。なれるよね。まあこの狼の呪いもね、同胞団のクエストすべてクリアして何かのクエストをしたらだったかな、呪いが解けるみたいなんですね。宝箱精鋭挑戦じゃ、精鋭だからな。いや、
あれ、まずは真ん中、いける？どこまでじゃ？あ、ならば右行ったらダメだったから、左ちょいこんな感じか。違う、もうちょい左かな。だから範囲狭いと思うからね、あんまり行き過ぎたら今度逆にダメだと思うんで、こんな感じかな。違うな、こっちか。あ、違うぞ。いや、範囲狭い割にね、あのスティック操作がね、くっ、もう違う。いや、千枚な、俺。スティック操作がビンビンなっちゃうから、微妙な調整ができないんだ。ビンビンな、もうちょいこう、右っちゅう感じだと思うんだけど。なんだこれ。微調整してくれ。あ、じゃ、どっちだ。ほんとちょいなんだけど。こんな感じかな。オッケー、開いた。よし、会場レベルアップしたぞ。これ呼吸困難になりますよ。秘術師、これは上がんなかったやつだな。小銭、調べる。おお、オッケー。召喚の薬、よし、これで、こっち行ったっけ。あ、ここね。あとはここじゃ。いやー、ちょっと待て、ここに回復薬がいっぱいあるっちゅうことは、相当手ごわいやつが中にいんのか。まあ保存されたからいいけど、儀式の間、許さないわよ。え、何したの。何したんだ。なんかね、こう入った瞬間パッて弓出たんだけど、俺何もしてないんだけど、あの一撃はなんだ、何だったんだ。まあ嬉しいけどね。何起こったのかちょっとわかんない。これがその目的の本なのか。読む、涙の夜。そうか。え、あ、ここにも本あるぞ。読め。まあ取っとけ。
え、盗まれた本を見つける3分の1。あれだね。ウィンターホールド大学の。読む。取る。おお、ここに全部盗まれてたのか。まあいい。そしたら届ければいいんじゃ。読め。上がってなんか無理か。オッケー。よし、盗まれた本は全部取り返したようじゃ。そしたらこっちにもキーの扉があったから、こっち行ってみようか。鍵が必要。ここの鍵持ってるんじゃないの？持ってないんだ。どっかに鍵あっか？死んでるわ。あった。ほい。いい感じじゃ。ははー。あれ？死んでんのこいつだけか。あ、ラッキー。まあ、鍵、まだ死んでる？あ、俺が殺したのか、もしかして。俺どっから来たっけ？あっち側から来たか。でバシンと撃ったのか。まあとりあえず行こう。地下に行けそうだ。おっ、ドワーフの盾。あ、これ荷物パンパンなんだよな。この中になんかいいもんありそう。あー、まあそうでもないな。お金はもらっとけ。あー、たっか。これは個人的にまだ入り込んで取りに来た方がいいな、これ。おい、何これ。痕跡の一部。この下行ってみっか。なんだここ。え、あ、缶抜きね。どこだこれ。はあ、来たとこだな。習得済みだよな。いやー、所持品重すぎる。なんちゅうこっちゃ。捨てないと。あ、これ捨てればいいのか。ブレイズソード、違う、ブレイズソードいるんだ。あれ捨てたんだけど、またパンパンなっちゃったんだな。帝国軍の弓、これ捨てろ。うん、まあこうドワーフの弓、今魂入ってないけど、重心されてないけど、まあ重心したらね、減るのもったいないから、
もう一個弓持っとろうかと思ったけど、まあいいわ。ほっぱれ。よし、これでいいよ。で、ここ来たとこなんだよね。ああ、ここ、ああ、まあ前回誰かいますかって言ってたとこだな。よし。そしたら、戻って、もう一つ行けたとこあっから、そこ行こう。よし。多分真正面だったと思う。え、違うか。しっかりと確かめろ。ここじゃない。ここか。ああ、ここから来たのか。なるほど。そしたら、戻らないとね。今、どれやってたの？あ、これ、猛勉強。これやったんだな。そしたら、ホーソンから回収した本を大学に戻さなければならない。うん、大学に戻ればいいんだね。はいはい。まだできそうなのあっかな。シャリドールの本を見つける。まあ、とりあえずここから出よう。よし、大学までワープじゃ。いやあ、おやすさん、見つけてきましたよ。本はすべて丁寧に扱うように。わかったな。なくなっていた本です。これはこれは。お前自身も無事で何よりだ。ありがとう。一通り読んで、何か関連のある部分を見つけたら、ミラベルに知らせよう。涙の夜だな。その本のことは忘れないさ。面白かっただろう。読んでみたか。確か興味深い暗示が記されているんだ。トルフディルに知らせておいた方がいい。それとこれを。見合った働きをしてくれたからな。何もらったの？武器の不樹目録を追加？黒魔術裁判を追加。あ、俺もらったのか、そっともあんた売ってんのか。必ず手をきれいにしてから触ってくれよ。分かってますよ。いい、さっきちょっとうんこしてきただけですよ。うん、ここにさっき今左上に、さっき今ってどういうこっちゃ、今左上に出てた項目みたいのは ないな。もらったのか俺。また今度。はい、ならばアイテム本じゃもらったのかな。人徳ある貴族読め。違う。鉱石変化で、あ、これだな。これ富士の目録読もう。オッケー、富士。あ、しゃ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 。あ、これがあの富士の師匠が、あの、この人なら何か持ってるって言ってた本なのか。わかった。ならば、今もらったやつ良さそうだからみんなも読んでいけ。どれだったかな。これか。
オッケー、回復。あ、これ違うな。読みかけの赤い本違う。これ拾ったやつだよな。うん、違うな。この一番下の車術裁判。オッケー。幻惑か。あとは、オッケーだな。これもらったっけ？違うよね。不死の地。スピーチへの反応？おお。なんだ、話術？なんか文字が見えなかった。これ読んだよね、うん、あ、これもらったんだ。 OK、 召喚か。まあいい、レベル、これは違う。よし、こんなもんか。 OK、 よし、そしたらね、ニルヤさん、あ、富士のおやさん、迫害を受けることなく自分のような仕事を続けられる場所は、あ、富士じゃないか、召喚か。まあ召喚スキルも上げとい、お金出して上げといてレベル稼ぐかな。まあいっか、これで失礼する。はい、そしたらね、あんたは何するんだっけ。いいか、知識はそれ自体が報奨と人は言う。まあ手を貸せる大学関連の仕事は何か。大学の下に存在する魔法エネルギーの浄化も必要だ。ぜひとも力を貸してほしい。いいだろう。よろしい。この特別な魔法の手袋を使うとエネルギーの収束点が見え、直接それらを調べられるようになる。それぞれの収束点に向かい、発見した不純物を取り除いてほしい。終わったら手袋を返しに来てくれ。だが十分に注意してほしい。この作業では予期せぬことが起きる可能性がある。大学の周りの魔法エネルギー収束点、わかった。この手袋を使って収束点を浄化してほしい。終わったら戻ってきてくれ。はっきり説明したはずだろう。はい、すいません。じゃあな。うるせえ、うるせえ、うるせえ。よし、そしたらまあ他行こう。よし、うっさばいてきたぜ。まだね、ちょっと売れるお店が足りなくなってきたな。なんでも屋がね、この武器防具ならここにあるんだけど、なんでも屋がね、ちょっと金が、うん、ないようになってきてる、相手が。だから売れない。そしたらまあ他の町も行く必要性が出てきたな。マップ、まあとりあえずソリチュードだったかな、なんだった、ウィンドヘルムか。まあ盗品売れるねようにするには、なんかね、近々このリフテンとかも、ここでなんか盗賊のクエストとかあったような気がする。盗賊のクエストをね進めていったら、盗品の売れるところの売りやすくなるみたいなんですよね。
だからまあ次回あたりからこれね、ちょっとこっち目指してちょっと進んでいきたい。まずここを攻略してかかってじゃんかな。まあとりあえずウィンドヘルムでスリのお金貯まったからね、スリの御指南をしてもらいましょう。あっちか。あのお方はどこにいる？スリの達人の。少し前に自分の双子の姉妹が亡くなったの。あれ？身近な人を失ったことは。あ、ここも鍛冶屋あったか。調理器具、包丁、その他家庭用品、お安くなっていますよ。はい。新鮮野菜に果物、安いよ。邪魔しないでよ、エルフ。うるせえ、おめえが邪魔すんじゃねえ。あんたなんか売れる？スカイリムで最高の鍛冶屋はエオロンド・グレイメーンだと皆が言う。考えを変えないとな。なんか鍛冶の戦争は良い商売になって、鍛冶の訓練とかできねえのか？もちろんそうだ。なんだ、俺が酒場の女中にでも見えるか？いや全然見えねえよ。あまり俺の言葉に傷つかないでくれよ。この仕事にちょっと入れ込みすぎてただけだからさ。この剣を正しい位置にセットしようとしてるんだが。わかった。この剣の何が特別なんだ？主張はこれを古代の剣に見えるようにしたいのだ。第二期のウィンドヘルムを支配していたのはブレイディス上級女王だが、その時の剣が伝説になっている。本物の剣を手に入れることができれば模造品を作るよりもずっといい。しかし眠る力から剣を手に入れる危険は誰も犯したからない。旅人よ、その剣を探してくれれば感謝する。ほう、フレイディス女王の剣を探すっちゅうことか。まああんたどんなもん売ってるんだ？探してるのは防具か、それとも武器か？あ、スリの成功率が 25% 上昇。はあ、強えな。重量1かエルフ。へへへへへ、これ買っときてえな。 25% って結構高いよな。買っとこう、これスリもしたいから今に。で、多くの鎧。高。幻惑呪文、これはいい。幻惑呪文ばかりだな。霊気耐性。まあ、火事も鍛えて早くエルフの防具とか2段階強化しできるようになりたい。まあ売ろう、これちょっと売れるもんあるか。これは今もらっ買ったやつじゃ。はは、あ、まあまあこれは1キロだからな。まあ常に持っていてもいいでしょう。これまあ状況に応じて装備変更すればよい。で、ここは何売れるんじゃ。まあ大したも売れねえな。よし、ありがとう。忘れるな。おう。グレイディス女王の剣を見つけたら、おう。推しをやる。わかった。楽しみにしている。俺は、まあ1時間後にはそれを忘れるけどな。忘れるなというのが、まあ俺にとって、ではもう無理っちゅうこっちゃ。スリの達人どこ行った？あいつ夜行性か。ここか。もし時間に余裕があるなら、ぜひ骨董品の館に寄ってみる。お前じゃないのか？お前か。素晴らしいものがたくさんある。骨董品？
どこ？ここじゃない？剣で胸を刺し貫かれるまで。うるさい。スリの達人さんどこ行った？ここかな？あ、ここだ。いた。シルダさん。また会えてすごく嬉しいわ。うん。教えてください。よからぬことをするのね。そうです。教えるけど。万引きです。おっしゃー、あーレベル上がってっちゃー。おーし、あーこれ以上は上がらんか、レベル上げねえと。よし、ありがとう。気前良い人には神々の恩寵がありますよ、うん、あんた結構俺からかっぱらいやがったな。よし。お恵みを善行すれば。いや、お恵みを言ってお前もうたらふく取ったろ。この古傷がなければすぐにでも戦場に出て帝国軍と戦うんだから。はい。になる前に風が止むといいね。外で寝る。なんすか。答えるよ。挨拶中なんです。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。